こんにちは、土の子です。さあ今回ね、日替わりポケモンの雪かぶり、これね、日替わりポケモンは、ゲット後再度挑戦でコイン落とすんですけれども、雪かぶり普通のステージにコインが入ってます。なので1回やるだけでね、最低でも、600コインゲットできるという素晴らしいステージになってますので、メインのね、メインでごっそり僕消費してます。まだねメインの動画出してませんが、最後まで行って1万コインしかありません。なので今回ね、雪かぶりでね、どのぐらい稼げるのかちょっとね検証していきたいかなと思います。30分でね宝石割っていきたいかなと思います。そしてね、もう速攻周回に入るんで最初に説明しておきますが、コインがねバリアで、覆われている状態なので、バリア消し2人入れます。で、手数が4しかないので倒せないっていうことがあると非常に困っちゃうので、まあ、最後はね、コイン揃えるというよりも最後の力をしっかり発動させると。で、何回かやってね、抜群の最後の力のヒードランとかいろいろね考えてたんですけど、どうしてもねすぐに倒してしまうので、まあ、バリア消しもコンボしても、すぐに倒れない編成で、まあ、僕はバリア消しプラスで、半減のパーティーで最後の力でこれでいきたいかなと思います。まあ、どんな感じなのかはちょっと見てもらえば多分わかると思います。それじゃあスペシャルショップを買っていきましょうか。ライフ消費なしの30分タイムアタックで 13,579 コインがどのぐらい増えていくかちょっと見てもらいましょう。さあ行くぞ、タイムアタックだ。さあステージ始まったら、コインがねたくさんあって、左上をお邪魔でねコインにしてくれます。なのでコインをまず綺麗に揃えて、そして、次はバリア消しですね。僕バリア消すところをしっかり見ておく。バリアを消したらここですかね。あーちょいで、ここはもうしっかりと倒していくと、こんな感じです。一連の流れはこんな感じ。最後のねコインはもう揃えなくていいと思います。よっぽど倒せる自信がある人だけ、その入れ替えで倒すのを予想したらいいかもしれません。これで、獲得コインは900。さらに落としてもくれるので、これで1000コイン1回で獲得できたことになります。それじゃあやっていきましょう。どんどん、30分タイムアタックのようにやっていきます。うわマジかよ、これは痛い。500もらえんのかな、あれ4マッチがないとダメなんだよね。倒しながらお邪魔をしてる。なかなかレアだったな今の。はい終わりましたね。残念、5万までは増えませんでしたが、30分きっちりやって、49,879 まで回復しました。ちょっと計算してみましょうか。今の30分でね、稼げたコイン、36,300 コインです。宝石1個使ってね、30分頑張ると、36,300 コイン。だいたいね、そのぐらい稼げます。これは、週末ニュースで言うと、1回、
1回解放するとね、3回チャレンジできるんですけれども、すべてにおいて1万2000コイン以上獲得したという計算になります。なので、ニャースで宝石を使うよりも、今日雪わらしでコインをゲットするために30分やった方が、お得ですね。メインで減らしたお金は今日増やしましょう。宝石とかないよっていう人はね、今日、ゲットできるすべてのね、ライフを雪かぶりに使ってね、パーティーはそれぞれ、パーティーはね、僕はこうしましたけど、最後の力のスキルレベルがね、ないと、攻撃的には中途半端ですけれども、ラストワンとか抜群が取れる最後の力を使ったりして、まあ、調整してください。バリア消しとか、バリア消しを等倍にしてもいいしね。まあ、自分の最適なポケモンを見つけてやってみてください。途中ね、唯一、3回か4回ぐらい負けてしまったんですけれども、その負けた1回にね、デラックスボックスが出てね、あれ1000コインなのかな?もったいなかった。あれがあればね、3万7300コインだったんですけどね。なかなか負けにくいんですけれども、でも負けた時にね、箱が出るっていう、ミラクル展開が起こりました。ということで、皆さんね、今日限定ですので、これ。今日限定ですので、まだね、始まってそんなに経ってないので、ぜひとも雪かぶりの方、皆さんやってね、コイン回復させてください。よかったら、また次も見てください。土の子でした。